こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日は法人や会社についての知っておくべきこと。Amazon へのセラー登録、銀行口座開設、仕入れの領収書をもらう際に必要な基礎知識です。法人とは、法人設立手続きを行い、権利や義務などを持つ法律上の人格を認められた組織のことです。会社というのは法人のことを言います。 個人事業主の野号やショップ名は会社ではありません。税務署に開業届けを出した個人事業主とも違います。開業届けを出さない場合でも個人で事業を行っていれば個人事業主となります。アマゾンのショップ名は野号と言います。野号はニックネームのようなものです。これあの、セラー登録とか、完全に銀行の口座を受け取り、それから、領収書、 一致させてください。えー、法人を作ったらすべて、ね、法人の名前で銀行口座開設して受け取る。法人の名前で領収書をもらう。個人も、ねえー、フルネーム、例えば私なら堀秀夫で、ね、事業を始めたら銀行口座も堀秀夫で開ける。仕入れの領収書も堀秀夫で開けると。これあの、会社と呼んでるのはね、開業届けを出した個人事業主、会社ではありません。 それから Amazon のショップ名も会社ではありません。これね、個人名、ポリヒデオで Amazon セーラー登録してるのにね、ヒデちゃんショップとかの野号でね、領収書をもらっても、これ全然あの、Amazon は認めてくれませんし、何かの間違いでね、ヒデちゃんショップという名前でね、銀行口座開けちゃった場合でも、名前が違うんで売上受け取れないということになります。これは割と、 え、常識かなと思ったんですけど、私はたまたま不動産の仕事をしててね、えー、不動産の資格を取ったりするときにこういう法律のことを勉強しましたけど、そういえば、まあ普通に会社をめてね、えー、あんまりこの会社っていうのは法人で、法務局に登記したのを法人と言いますとかね、えー、あんまそういえばやらないんでね、ラーメン屋さんでもね、八百屋さんでも個人事業でやってても、会社って言ってる場合も世の中にあるで,あるでしょうし、まあ、 これごちゃごちゃになってる人多い、まあ理解してない人多いんですけど、きちんと理解してないとね、Amazon へ、えー、登録したけど売り上げ受け取れないとかね、偽物だって言われて領収書を出したけど、あの、領収書を認められなかったってことになっちゃいますんで、この区別はきちんとつけてください、えー。自分でね、区別ついてる自信がない人は私が確認しますんで、お気軽にご連絡ください。お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。